FIFA Confederations Cup Brazil 2013.日本ボールでスタート。日本対スペインエキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう？イニエスタですね。チームの中心といっても過言ではないですよね。彼がボールを持った時に何をするのかわからない、パスなのかドリブルなのかシュートなのか、これ相手に与える影響が非常に大きいですよね。名波さんはいかがでしょう？香川真司でしょうね。動き出しの良さからスペースを見つけボックス内に飛び込むワンタッチコーラーですね。センターフォワードを生かすのも非常にうまい選手です。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。長谷部、清武、戻す、本田、遠藤へ、駒野、切り込んでいく、ボールつながりません。中央駆け上がっていく、カウンターを仕掛けます。厳しいチェックが入ります。その先にはいけない。清武、かわす、本田、後ろへ流して、駒野、上げてくるボックスの中、どうだ、長谷部、スライディング、結局このロングシュート精度を欠きました。少し距離はありましたけどね、シュートコースがあったので思い切り狙いましたね。前半最初のコーナーキック、ショートですね。清武、サイドへ展開します。岡崎に渡る、惜しくも奪われました。スルーパス、ここ勝負どころですね。ファールを取りません。12分経過、セスク、遠藤が呼んでいる。長谷部、本田、サイドのスペースへ出します。いいボールだ。どう構築するのか、セスクに渡る、抜けてきた、1対1、ポストに当たる。ここはカットされる。さあ右サイド、ここから組み立てていきます。遠藤、本田、駒野、サイドのスペースを使います。いいボール、本田のシュート、しっかりと抑えました。シャビアロンソ、ジェラール・ピケ、右側から上がっていくか、この攻撃は続きませんでした。清武、長谷部、渡ります、
切り込んでいく。打てますかね。清武、清武、さあ遠藤へ、駒野、左駆け上がる、さあサイドのスペース、岡崎が待っている、ボールはクリア、遠藤、本田へ、長谷部、さあボールが抜けてくる、このボールはクリアです。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。日本としては試合自体はリズムを掴んでいる感じですよね。ただ重要なのは点を取るという作業ですからね。シュート、クリアします。駒野、中央行けるか、ここはファールがありましたか。さあ岡崎、ここは人数をかけて奪いに行きます。遠藤、長谷部、清武、ボールを上げる。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。繋がった、前を向く。さあこれはスペインのカウンターになるのか。ちょっと押し上げが遅いですね。駒野、スライディング、ボールを奪う、シャビ、ファウルでしょうか。今のファウル、もう一度ご覧ください。アルベロア、ボールを上げる。スペインとしては先ほどからなかなかシュートまで行けませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。スペインとしては中盤の攻め上がりっていうのはいいんですけど、その先ですよね、最後のところが噛み合ってない印象ですね。素早いパスで攻め上がっていきます。いいボール入りましたね。フリーですよ、しかも。香川、いいですね。駒野、これはファールの判定です。あ、これは注意だけですね。リプレイ見てみましょう。さあ誰に合わせるのか。岡崎に渡る、戻す、岡崎、ここは早いチェックで奪いました。セスク、ボックス中に入っていく、もう一度来た、さあもう一度か、かろうじてクリアっていうところ。さあシルバ、打てますよ。さあコーナーキック、スペイン、どうだ、香川、ここから組み立てていきます。長谷部、右サイド、先へは進めない、どこに出してくるか。
かわしていきます。アセベが読んでいる。シルバへ、絶好の位置だ。うわ、こぼれた。シャービー、このシュートは右へとそれていきました。バッテからすると攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。トマノ、本田、バックパス、岡崎が待っている。本当だ、これはキーパーファインセーブです。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。さあ、ラストプレーになるのか。前半遠藤へ、清武、清武、最後のところを打ち崩せません。ここで笛、前半が終わりました。両チームチャンスはあったんですが。